争奪戦開幕。日本野球機構は2日、各球団が来季も契約する権利を持つ保留選手名簿と自由契約選手を公示した。中日ではライデル・マルティネス投手が名簿から外れ、自由契約選手として中日を含む全球団と交渉ができる。マルティネスは2017年に育成選手として中日に入団し、2年目に支配下登録された。今季は自己最多の60試合に登板し、防御率 1.09、43セーブで自身2度目のセーブ王のタイトルを獲得。今季までに計166セーブを挙げ、竜の絶対守護神として君臨してきた。今季が3年契約の最終年。11月21日にキューバへ帰国する際に中部国際空港で取材に応じ、ドラゴンズを出たくないけど、今は戻ってこられるとは言い切れないと語っていた。横浜スタジアムで待ってます。最近の中日のスタンスは、マネーゲームはしないなのでしょうがない。メジャーに行ってくれ、セリーグはやめてくれ、ドラファンより。残念だけど致し方ない。残された人でやっていくしかない。政府が中抜きするから、単純に学の多いとこに行くのかな？防御率ほぼ0点って、前世紀佐々木を5年やってるん。帰国時の涙はこれを予感していたんだね。これは、巨人とソフトバンクでバクセリ必須。西武や広島、南座玄関手前、1000メートルでお断りされるレベル。私は、ライデル・マルティネスとライセル・イグレシアスをよく間違える。間違いなく遺跡ですね。金の力は大きい。ぜひ、楽天に来てほしい。でも、三木谷は取りに行かねえよな、中。戦力均衡という点では、ピンマン球団には行ってほしくないな。てか、国内じゃなくて MLB に行くんじゃねえ、自由契約ならできるだろうし。大山、甲斐、石川の資金を、この投手の獲得に全投入すればいいのにな。クローザーに10億プラス複数年契約は、リスクある。デスパと同じ展開ですね。黄色が強奪するのは目に見えてますね。6億、7億なら新しく育てた方が今のドラゴンズにはメリットある。